からスタートしますけれども、ちょっと早いんですが、早めに来ていただいた方のために2曲ほど演奏させていただきますので、本番開始まで少しお待ちください。はい、桜天神という曲とコレキという曲、2曲を本番の前に先駆けて演奏させていただきます。コレキという曲もお聴きください。
あと4分ほどあるんですが、そうですね、自己紹介を少しさせてください。僕たち鴨綱村太鼓はですね、泉区の鴨神社ですね、鴨神社を遷宮した伊達家第4代藩主伊達綱村候補から名前を取って、平成8年に発足しました。で、東北和太鼓競演大会で優勝したりですね、太鼓の甲子園と呼ばれる全日本太鼓フェスティバルなんかにも出場したりもしています。で、海外でもいろんなところで演奏させていただきまして、これまでにロシア、台湾、アメリカ、カナダ、中国、ドイツ、イギリス、オーストラリア、イタリア、9カ国でね、させていただきました。で、来年の8月にはですね、設立25周年記念のコンサートを行いますので、お楽しみにお待ちください。では、そろそろ時間が3分くらいあるけど始めちゃいますかね。寒いです。